こんばんは。ちょっと待って。あ、間違えた。間違えたけど、まあいっか。ちょっと待って。よいしょ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。久しぶりだけど、私のこと覚えてる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばん。なんか、これなんだろう。なんか思っ、ちょっと待って。なんか机の上がゴミだらけなんだけど。なんで?はぁ、よくいしょ。みんな元気。お久しぶり。こんばんは。やあ、クラリちゃんやあ。よいしょ。ハートミー、ありがとう。こんばんは、こんばんは。髪乾かしてき、いってらっしゃい。ちょっと。唇ガサガサだから、リップクリーム塗るよ。うわ、なんかむっちゃ出とる。なんでこんな出とる。ゆりたん、久しぶりです。悩み事が多すぎて、台本が全然できない。悩み事ね。まあさ、尽きないよね。本当に私なんか悩み事なくならないね。生きてる証拠だね。はい、こんばんは、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。あんばら、ありがとうございます。ちょっとさ、久しぶりだからちょっと待ってね。なんかお風呂上がりなんだけどさ、エアコンあっち、なんかさっきなんか寒いなと思ったんだけど、そうでもない。一難さったらまたやってくるよな。本当だよ、本当本当。もうさ、もう壁が立ちはだかるのなんのって本当にさ、やーよね。あ、ローズありがとう。ちょっと切るね。なんでだろうね。この、なんでなんだろうね。本当に。なんかもう、やだよ、本当に。もうやだやだって思ってる、私も。やだやだ、明日も したい、仕事行くのもやだやだ。ああ、やだやだ。こんばんは。とりあえずね、まあ、まあ、まずは。とりあえずみんなダイヤモンドとしていこう。ホクワさん、今日雪の結晶が届いてウキウキ中です。おお、嬉しい。あ、ちょっと思った以上に開けちゃった。久々みんな、あ、ちょっとなんかこれあれじゃん？ピンセット出てきたっぽくない？ピンセット出てきたね、これね。ちょっと待って。ちょっとピンセット置いていこう。はい、今日もダイヤモンドアートの今日もっていうか、めっちゃ久々、みんな久しぶりだけど元気にしてた？私はね、なんか仕事に疲れ果ての、まあでも先週ちょっとね、会社の人とのご飯がね2回ぐらい2日ぐらいあって、まあなんかそういうこともあると、なかなかダイヤモンドアートとかね、ライブをしてる余裕はなく、もう金曜日とかめちゃくちゃ楽しすぎて、気づいたら11時ぐらいまでいたわ。びっくりした。11時前だったかな。マジでびっくりした。何をそんな喋ることがあるんだろうっていうぐらい喋った。ピンセットや、それでピンセットやね。皆さんこんばんは、久々ですね。あきみさん、そういえば買いましたよ、夢カバージョン。ありがとうございます、嬉しい。どれぐらいの方が買ってもらったのか、全然発売後ライブをしていなくてですねあの、怠慢ではないかと、怒られないかと心配しておるが、怒らないでね。ゆなさん、ゆなさん、いらっしゃいの割に来ました。いらっしゃい、お久しぶり。まこたん、こんばんは。ありがとうございます。しょうこじさん、こんばんは。くれちゃん、ピンセットや。ピンセット、ブラウンだぜ。元気にしてましたよ。よかった。久しぶりの TikTok 配信ですね。そう、ちょっとね、一週間、
週間ぶり、一週間ちょいぶり、うん、なんかね、最近ちょっともう仕事に疲れ果てたっていうのもあるし、なんかこうもう果てとるわなんかもうどうしたらいいんだろう、仕事どうしたらいいかな、こう仕事に疲れてしまってなんていうかこうパワーがないんだけど、この場合はどうしたらいいかしらっていうね、そんなこんなでこんなこんなでどうするゴーする、何の話、これ今ピンセットですな、ブラウンですね、こんばんは、ハートミチハラパさんこんばんは、私は A さんにしてよ、あ、そうなんだ、ありがとう。 A さんの方がね、まあ、しっかり出るからね、可愛いと思う。でも A に思った以上に出てて嬉しいよ今ね、後で見せるね。トロコさん、私もユメカバージョン買いました、 A さん買いました、ありがとうございます。トロコさん嬉しい、ありがとう。やっぱ A さんの方がね人気なのかなという気はするよね。はずきさん、私もダイヤモンドアートのユメカバージョン買いました、310が見たくなくて A さんにました恐怖症みたいになったね、恐怖症、310バリアリビーズの恐怖症みたいな、バリが絶対あるとは限らんけど、バリアリ穴開きはありがちなんでね、まあ確かに黒私もあんまり見たくないね、ちょっとね色がこうブラウン系になりますので、ね、こっちの方がいいかもね。ソファミさんこんばんは、ありがとうございます。クラリちゃん、ピンセットチョコやね、ピンセットチョコかわいいやん、夢川っぽいやん。ねえ、いいじゃん。いいよね。夢川っぽいみたいな。ポポポって感じだよね。よいしょ。あ、とか言って。よいしょ。よいしょ。なんかあんまり動画を投稿していないっていうのもあり、全然久々に投稿すると伸びず、もしかしてあシャドバン食らってんじゃねえかと思うほどなんで、頑張ってまた投稿していきたいと思いますので、みんなよろしくね、見捨てないであげてね。やばい、くしゃみが出る。よいしょ、まだまだ花粉症ですよ。私もびっくりするぐらい伸びなかった、わらわら。まあそういう時期かもね、時期の選手がね、うん、なんかおあわ、もしかしてシャドバンかなみたいな、リアルシャドバンを疑う。ユナさん、そういえばアーカイブ読み、この末から10にやっと立ち直しました。ありがとう。ね、でも今私さ、思ったんだけど、アーカイブって今さ、50いくつまでなかったっけ？面白いな。結構いっぱいあるで。でも聞いてくれてありがとう、嬉しい。なかなかねライブをしてないとね、アーカイブも進まないのでね、ダメだね。ひかりさんこんばんは、いらっしゃい。はずきさん、動画毎回見てますよ、楽しく拝見させていただいてます、ありがとう。うれしい、しくしくうれじ泣く。ゆなさん、そうなんです、頑張って見てるんですけど気づいたら寝てる。完全に睡眠導入の BGM とちょっと思っとるやろ。いいよそれ、結構みんなそうやって使ってくれるから、睡眠導入用に使ってるらしい。
いい、みんなのこう眠りがね、良い眠りにあばばばあばばばいざなえるのであれば、わしゃうれぴー、よいしょ、ゆっちゃんこんばんは、ゆっちゃんさんこんばんは、いつも YouTube 参戦でしたが TikTok 初参戦でいらっしゃい、ありがとうございます。ちょっとね、私は見る側がちょっとわからなくて申し訳ないんですけど、 YouTube よりあれかな、 TikTok の方が画質がいいんではないか、動画のわからんけど鼻がムズムズしてます。琴美さん、ゆいさんこんばんは、いらっしゃい、こんばんは。夢川バージョン A さん買いました、制作楽しみです、ありがとう、購入ありがとうございます、皆さん購入報告ありがとう、嬉しい。やっぱ A さんの方が今なんか人気の様子、 A さんの方がやっぱりあれかな、しっかり絵柄が、絵柄というか文字がね出る気がするんだよね。なんかちょっと鼻詰まってて申し訳ない、ちょっとウェットティッシュで、ペン先がすんげーダメだ、使いにくくなっとる、ふきふき、あのし、ね、粘着が残ってる感じがするよね。ゆなさんよく眠れますよ、仕事中、仕事の休憩中とかを見てたりしてます、仕事の休憩中、本当ありがとう、なんかだ大丈夫心配になっちゃう、大丈夫かな、ありがとう、聞いてくれて、動画見てくれてありがとう、嬉しい。ひかりさんは過去の動画見てダイヤモンドだとしてます、ありがとうございます、皆さん見てくださってる方がたくさんいて嬉しい、ありがとうございます。なんかさ、励みになるぜ。なんか最近さ、あ、ちょっと弱音を吐き始めるで宣言、最近ちょっと本当にちょっと仕事、リアルな仕事がちょっと忙しい時期でして、まあ年度末ね、まあ、しょうがないんですけど、忙しくってさ、残業が今月ちょっと、まあ、思ったより多かったんですよね。そうするとゆっくり自分の時間が取れなくて、まあ心がすさんでくると、まあなんとかね、なんとか保ってますけども、なんか忙しい、鼻が出てきた、忙しいとさ、なんか寝る時間大事だしとかやってるとさ、なんか結構自分の時間があんまり取れなくて、なんていうの、そういうの結構ストレスになるじゃん、平日でもさ、やっぱ自分の時間欲しいってなるじゃん、ムンってなって、ムンって感じなんですよねクラリちゃん、TikTok の方が見やすい。あ、そうなんだね。まあ、基本的に TikTok のね、まあ、ライブの方が私多いからさ、いいよね。はずきさん、それめちゃくちゃ思います。TikTok の方が画質がいいし、画面いっぱいに映るのですごく見やすい。あ、そうなんだ。まあね、YouTube もね、実はちょっと、他のSNS 系にしたら、なんか思ったより、フォロワー、登録者数の方がいるので、たまには、YouTube の方でもね、ライブしようかな、みたいな。まあ、そういう気持ちではいるんだけど、今週は無理だったね。昨日もちょっと夜はそんな、パワーもなくという感じだったので、もう、体力ないよ。ユーミーナーさん、ユーキーナーさん、こんばんは。ありがとうございます。ユーナーさんで心配された。そら、なんか大丈夫かなってなるやんな。です。これ何 ?K に置いてたけど4だな。危ね危ね。気がついてよかったーい。ここの、この作品はちょっと間違えたくないんだよな。違う、K じゃないのにまた K に置いてよ、よいしょ
何のパズルをしてるんだっていうような置き方をしたな。まあいいや。クローバーさん初見です。こんばんは。ありがとうございます。いらっしゃいませ。粒を置いてます。のんびりとね、粒を置きつつ置いてます。え？とりあえず今粒を置く人です。あきみさん、年度末お疲れ様。そして年度始めやってくる。もうさ、そう、年度の始めも始めでさ、もうなんかいろいろやんなきゃいけないこといっぱいで、ほんと嫌なの。本当に嫌なのよ。嫌だ、嫌だなの。もう嫌だ、嫌だ言ってるよ、私。ねえ、もう。まあ、ええわ。やることやるわ。よいしょ。よいしょ。要はこんなぐらいかな。頑張ろう、社会人。頑張ろう。新人やってくる。そんな時期だよね。頑張ろうよ。頑張ろう、社会人。これ結構こうさん、今、貝殻のダイヤモンドだとします。貝殻の柄かわいいだろうな、きっと。楽しんでください。私は今、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートをしている。ともさん、お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。千里さん、こんばんは、お疲れ様です。こんばんは、お疲れ様です。まあ、ぼちぼちと今日もね、粒大きいわ。思った以上に色替えが多いというか、なんか、なんというか、みたいな感じですけどね。ちま、なんか、結構バラ、色バラバラだね、この辺ね。なんか、思ったより、色が。ばらつきよるな。ひーひーだよ。なんか置いてや、置け、置き忘れが絶対 120% のぐらい確率でこう置き忘れがありそうだよね。うん。琴美さん、仕事忙しすぎてめちゃくちゃしんどいのでやめようか悩み中です。うん、なんかこう、なんか、まあ無理。なんか本当に、私は心が壊れてしまうならやめた方がいいって思ってるからさ。なんか忙しすぎるのも良くないよね。良くない。良くないよ。こんなもんか？もう思ったより忙しくて衝撃を受けてるけどね、未だに。私は来月に仕事頑張ったら、今ラウンドビーツしているので、スクエアビーズを買おうと思ってます。あ、何かこう自分の中でそういうご褒美感ね、大事かもね。こうこうしてるからこうだよみたいな。沙織さん、眠すぎもしんどい。あ、暇すぎもしんどい。間違えた。まあね。まあそうだね。わかるわかる。なんか、ま、前、昔そういう時期ありました。なんか、マジで1時間経つのもさ、鬼のように長くてさ、1日が終わるのめちゃくちゃ時間かかって辛かった時期があるよ。別に遊んでるわけじゃないんだけど、なんか何をしていい、なんか、何をしていいかっつうか、なんつうかみたいな。まあそういうこともあったな。確かにね。まあ暇すぎも良くないよね。適度っていうのはないのかね。適度に忙しいのはいいよね。こう、適度にみたいな。富さん、しんどすぎて毎日ぐったりで自分の時間取れないのでなんだかなって感じです。なんか、こう、わかるよ。なんか、あんまりにも自分を犠牲にしてるとなんだかなってなるよね。まあ時期的にとかね、まあ正直そういうのがあるならまあ考えるけどさ、なんかこれが常かみたいなさ、
まあ、そうなってくるとしんどすぎみたいになってくるよね。こんばんは。私3月に健康診断があってダイエットしてくださいと言われました。マジ？私これから健康診断だから一緒にダイエットしよう。私本当に4月からそして明日なんだけどダイエットをしようと。ダイエットっていうか食事をもうね、忙しさにもうなんかを忙しさをこう全ての言い訳に、まあそれはもう何も気にせず食ってやったからね、これはさすがにまずいんじゃないかというところで。ちょっと頑張ろうかなみたいな、頑張っちゃおうかなみたいな、頑張るっつうか生活見直そうかなみたいなところなんで、ちょっと一緒に頑張ろう。やばいんだって、私また太ってるねって叫ばれちゃうからさ、健康診断で。アナキちゃんちっちゃいんだけど、まあいいか、外しとこうか。ちゃんさん、雪の結晶届いたけど今作成してるの、頑張って笑ってから開封しようと我慢してます。新年度忙しくなる、いつ開けられるか。新年度忙しいよね。なんかね、いろんな環境、人が変わったりね、人事異動があったりとか、まあ、仕事の内容も年度が変わると変わってきたりして、ひえーってなるよねもうひえーしかないけど。もずくは、あ、もずく忘れてる、買うの忘れた、もずく買うの忘れた。今日スーパー行ったのに、なんか買うの忘れてる気がすると思ったら、もずく忘れてる。いや、もずくじゃないわ。もずくじゃなくてなんだっけ、メカブ。メカブさ、私結構好きだった、美味しかった、メカブ好きだったのに買うの忘れた、思い出したじゃん。明日帰って帰ろうっと、メカブ買って帰ろうっと決めた。思い出した、ありがとう、思い出させてくれて。いや、メカブなんか美味しいんよな。あと最近なんか食べ物のせいなのか、まあ、花粉のせいもあるのか、肌荒れがすごくてさ。みんなもそうかい、肌荒れすごい。マモさん、ダイヤモンドアートって飽き性な人でもできますか？あ、できますね。なんせ私も飽き性なんですよね。まあ、うん、ハマるハマらないは正直人がによるからさ、なんとも言えないんだけど、私はね、飽き性なんですよ。まあ、一つの作品をやり続けるのは確かに飽きるので、ちょっといくつかの作品を同時進行しながら、気分変えながらやってるっていうところはあるかな。まあでもね、やり方にもよるけど、まあ、飽き性な人でもやれるんじゃないかなって私は思ってるけど、どうでしょうか。ペンさん、無理しないでくださいね。私も今忙しいのと、娘大学決まったので引っ越してバタバタです。ひえー、みんな。あ、でもね、大学決まっておめでとうございます。忙しい時期だな、でもそれは。皆さん、ペンさんか。体調崩さないようにお気をつけくださいね。めっちゃずれてる。知ってますか？逆流性食道炎。なんか、聞いたことあるよ。どんななんかこう気持ち悪くなるってやん。そうだ、メカブだ。続けてたんだ、偉い。いや、続けてなかった、ちょっと忘れてた、やってなかった。でもね、最近ちょっと今週からまたちょっと、もうね、なんせさ、私夜にめっちゃ食べちゃうので、夜の食事を制したら私なんとかなるんじゃないっていう。お昼ご飯は最近 TikTok で流れてくるさ、あの5食冷凍で同じもの食べ続けられるやつあるじゃん、おき作りおき。あれでね、あれを作ったので、まあ3種類ぐらい作ったから、それをね2週間かけてこう食べていくっていうさ、そういうのを しようと思って。まあお金もコンビニとかさ、なんかパン買ったりとかってするとお金がかかっちゃうのでね、ちょっとそういう意味で節約も含めて、ダイエットかどうかは分かんないけど、でも玄米ご飯入れた、玄米ご飯にした、あの白米2合の玄米1合のご飯にした。玄米好きだから美味しい。
好きだから美味しいとか、なんかちょっとなんか片言みたいな、好きだから美味しいだよ。皆さん夏のボーナスが入ったら水これで初のスクエア新作品を買おうとニヤニヤしてます。ありがとう。ワクワクだね。楽しい、楽しいことを考えるの大事だね。そうか、楽しいことを考えて目標にすればいいのか。そうか、そうかとか言って。私もこの時期、はずきさん、私もこの時期は肌荒れします。この前病院に行ったら花粉の影響あるって言われた。本当？なんかと、会社の子がさ、会社の若い子が、これいいですよって言ってた、アレルバリア？あの、プログラムのアレルバリアがいいって言ったから、速攻買ったよね。聞くんか知らんけど、聞くんかな？全然わかんないけど、でもまあやらんよりはマシかなとかって思ってシュッシュッてして仕事に行こうと思ってるんだけど、まだちょっと通勤には使えてないんだけど、届いたばっかで。聞くといいな。食べたものが消化できない病気、つらい、つらいよ。私はさっき食べた夕飯がまだ腹に入ってます。ゆうちさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは。くらりちゃん、そうそう、9分いけそう、まあ、いけそう、マジで行ってきて、絶対いいから行ってきて。あのね、9分ね、めっちゃ思ったよりは山の上にあるからね。バスでさ1時間以上かかるの。なんか台北からめっちゃ遠かった、そんな覚えがある。なんかね、めっちゃ遠いんやって。結構山道だからさ、バス酔い、バス乗り物酔いには気をつけて。え、行って行って行ってきて。千と千尋みたいな、なんかいわゆるさ、なんかこう、あの9分の写真って言ったらここって角度のところはさ、すぐのところのお茶屋さんがあって、そこに行くといいんだよな。そこにお茶屋さんに行って、そこから撮るとめちゃくちゃいいんだよね。いいなぁ、行きてぇなぁ。台湾いいなぁ。聞くたびにいいなぁ、つっちゃ。ゆなさん、水これ第1弾をラウンドでやってるのも楽しいんですけど、やっぱりスクエアでやってみたくなりました。あ、ぜひぜひやってみてください。もう挑戦、何でも挑戦してもらえると。ラウンドもね、ラウンドで可愛い、いいなってところあるけど、スクエアだからいいところもあるからね。 N みーさんこんばんは、初見です、ありがとうございます。これは同じ数字アルファベットのところに並べていくと絵が完成するのですか。あ、おっしゃる通りです。この記号のこのここにはこれみたいなのが決まってて、決まってるので決められた通りに置いていくだけです。なんて楽な、気楽な遊びなんでしょうか。脳を使わなくていい。脳っていうか、そのなんていうの、めちゃくちゃ難しいことをしなくていいっていうのは本当に楽しいよ、楽だよ。もうなんか誰に資格がないとできないとかね、そういう遊びじゃないのでいいです。勉強しなくてもいい。よいしょ。最近食べるのが怖いです。あ、なんか栄養は取らなきゃいけないしね、なんか治療がね、うまく薬とかなのかちょっと私は分かんないんだけど、無事に治療が進んでいけば治ってくるのかな。まあでもそういうね、悪流性なんとかって分かってるってことは病院に行ってるってことだよね。もうちょっとずつ無理せずに、何せよ無理は禁物だよ、本当に。教育についてわかんない。クラリさん、酔い止め担当持ってく、持ってって、置き忘れが気になる、ちょっと後で置くね。もうなんか私は何が置いてあって何が置けてないかもうわからないから。
あ、おちばち行くわ。どれかもわかんない。ミサ見てると気持ちいいですね。やってみたい。ぜひぜひ、ぜひぜひやってみてください。めちゃ難しいものではないのでね。まあ、やってみて、合う合わないは正直あると思うからさ。まあ、やってみて合わなかったら、やめたらいい。と思ってる。ちょっと画面動かしてないけど、ごめん、こっちで D を動かしてくれ。そうそう、やっぱりね、合う合わないはあると思うんだよね、何でも物事は。でもやってみないと分かんないからね。ゆうせいさん、水これでコスモスのオーロラとダイヤモンドアートのダイヤモンドアートの夢化を注文しました。届くの超楽しみ。ありがとうございます。購入いただいてありがとうございます。コスモスのオーロラね、前どなたかがやってらっしゃるのを、ね、見せてもらって投稿してくれたの、めっちゃきれいだった。ぜひ楽しんでください。夢川もね、私今 A3 やってるんです、 A4 やってるんですけど、間違えた。結構文字思った以上に出てきて、いい感じよ、いい感じよ。みんなに見せたい。ちょっとまだ、ちょっとさ、この思った以上の色替えゾーンをちょっと頑張って超えないといけないんですが、なんか思ったより色替えなんだよな、マジで。うん、細かいような気がしている。あやめさん、こんばんは。いらっしゃい、ありがとうございます。もうなんかちょっと元気になりたいです。元気なんだけどね、なんていうか。よし、ちょっと置き忘れは後ほど埋めていくとして、どこ行こうかな。 L かな。もう結構ずれてるね、よく画面を見るとあれだよ。もうラナさん、ピーちゃんのトレイかわいいですよね。なんかツイッターで結構流れてくるやつだね、 X で。なんだっけ、なんかし、あの蜂、なんかなんだっけ、あのあれみたいな、蜂の巣みたいなやつ。みんなすごいいろいろ考えてすごいよね。いやー、ものづくりできる人って本当に尊敬する。なんかそういうさ、なんていうか、想像力、オリジナリティみたいなね、本当に皆無だからさ、なんか、いや、皆さんすごいなと思って、本当になんかいろいろこう作って販売してる方すごい多いじゃないですか、ダイヤモンドアート関係って。今なんかそう、私はさ、こうか、ただ買うだけの人だからさ、てか結構あんまり道具にそんなにむしろこだわりのないタイプだからさ、なんか、あ、まあ、ピンセットはこだわってるけど、なんかすげえなーと思って、なんかどうやったらそういうさ、なんかこう物を作ろうみたいな気持ちになって、こうどうしたら作ろうとなるのかな。なんか本当に私はそういう感覚というか考えが全然ない人だからすごいよね。いや、尊敬ですわ。 L が置き忘れてる。今 DAM のオーロラやってるけど、めっちゃ綺麗、覚えてないと思うけど、ね、どんな柄だったかな。ちょっとまたさ、自分の動画見直すね。こんな在庫があったよって動画を見直したらさ、クラリちゃんのあげたやつが何かってわかるよね。見とくわ。コジュートみたいで、ごめんね、コジュートみたい。んなことない。もうね、ちょっとね、色替えが多くって、まあ喋りながらやってるっていうのも許していただけるとありがたいんですが、もう、置き忘れはあるある。そして何を置いたかももう覚えがないからね。まるで初めてのかのように私は置いていくわよ。ちょっと待ってね、よいしょ。ミッキービザーさん、初見
で、失礼します。ミッキーと申します。こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。ダイヤモンドアートやってます。粒を置いてます。粒を粒々置いてます。入院してたからダイヤモンドアートを、最近仕事辞めようかと悩んでます。悩むよね。まあでもあれだな、まあ自分の心が病んじゃう前にはやめた方がいいよね。後でポストするよ、ありがとう。見せてもう初めてみたいな顔してみるわ。すごいって、こんなの あったみたいな、あ、いや、あったかなみたいな、お願いします。もうなんならちょっとあのメンションしていただいてよろしい？え、大山さん、今オーダー作品作成中です。おお、今はどんなオーダーされてるんでしょうか。みんな楽しんでるね。 DY さん、今3作連続キアラさんの作品で、次回またキアラフェのフェアリーダストしようと思ってます。おお、キアラファン、ファンというか、キアラさんのビーズいいよね。作品いいよね。私も久々にキアラビーズ触ってますけども、すごい楽しい。楽しんでるよ。めっちゃ楽しいよ。ピンセットめっちゃ出来上がってきた、ね、あともう一枠やるから、よかったらもう一枠で一列終わるから。沙織さん、フルフェアリーあともう少しで完成。あ、すごい。皆さんフルフェアリー出すとめっちゃ楽しんでるね。私ちょっと一旦休憩してるんだけどさ、いいですね。あきみさん、今ご飯食べてるから、それから粒置く。ほいほい、飯食っていい。未来さん、こんばんは。こんばんは、いらっしゃい、ありがとうございます。粒置いてます。みーさん、フォローさせていただきました。また遊びに来ますね。ありがとうございます。ぜひぜひ遊びに来てください。いつでも粒置いてますんで大抵いつでもライブするときは粒置いてますんでね、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。お待ちだ、裏向いてた。ありがとう。青山さん、自分のマイカーをオーダーしました。マイカーね、車ね、いいかも。あと昨年の地元の花火大会、花火のやつとか結構綺麗に出そうだよね。花火の写真いいな。でもちょっと黒地獄になる気がするよね。黒だよね。いや、夜だからね。結構な黒地獄になる気がするけど、コメントが。コメダからこんばんは。あ、コメダ？夜コメダ？いいですね。夜コメダいいですね。私、今日朝コメダしました。まあ、コメダは最近朝ですね。モーニング、いや、ちょっとそういえば、まあ私あの、まあ、結構ツイッターよりも実はスレッズの方がつぶやきが多くてですねスレッズのもうなんかツイッターはだんだんこう皆さんの作品を見る線みたいになってきちゃったんだけど、スレッズにはこうダイヤモンドアート関係ねえことをめっちゃつぶやいポストしたりするんですけど、そこにはポストしたんですけど、今日朝活と思ってあのコメダに行ったん。そしたらさ、なんかなんていうの、席のこうはか壁っていうかあるじゃん、かついたて挟んでもう一つ向こうの席の人がさの会話がさ、もうあの若い、まあ、20代後半
かなみたいな、いや、30代前半かなみたいな男性と、おじさん、ちょっと太っちょおじさん、まあ、よく見たらおばさんだったんだけど、が2人いて、まあ、なんかの儲け話なんだろうな。なんかよくわかんない話をやたらこう大きな声で何かしら説得しながら、まあ、男の人が話してて、でも何のこう具体性もないし、なんかわかりやすく喋ろうと思ってるのか、いろんななんか例えばな、例えばっつってなんかなんとかでとか言ってんだけど、もうそれも全然具体性もないから、なんかなるほどとも思えないし、何の話してるかわかんないんだけど、それを何とも言えない表情で、うーんってちょっと笑いながら見てる、聞いてるおばさん。これはこの若造の話を信じない系の顔してて。まあさ、その若造の話がさ、なんか、マジで何言ってるかわかんなくて、なんか多分何かの儲かる系の話なんだと思うんだけど、全然具体性がないからさ、でもめっちゃ声はでかくて、でもめちゃくちゃ何かしらは説得してくて、気になって仕方がなくてさ、ちょっといつもその朝米出してさ、何してるってこう、なんだろう、あのノートってアプリにね、まあ、SNS に投稿する文章を結構書くのに時間を使ったりするんだけど、もう耳がさ、もうそのちょっとその若い男性の説得にもうめっちゃ声でかいからさ、すごい気になっちゃって、もう全然集中できなくて、もうとりあえず温泉行ったから、温泉が好き、なんかこれが好き、あれが好きって書いて、もう投稿って全然集中できなかった。びっくりした。もうなんかなんだったんだろうな、なんかあれ結局どうなったんだろうな、最後まで聞きたかったな。ちょっと聞かずに出てきちゃいましたけど、なんかもう分かりやすい、なんかこう儲け話みたいな感じではないんだけど、例えばっつって言ってんだけど、なんか全然例えも具体的じゃないし、なんだったんだろうあれ。ある米田あるある、米田とかなんかこうファミレスとかあるあるなんでしょうけどね。なぜドリルに隙間がないのか。 Why there is no gap in the drills。Why? なんでだろう、I don't know. 樹脂だから、good bees, good drill. ちょっと英語は勉強した方がいいね。I can't explain.Sorry. 説明できません。なんでだろうね。Good shop. 地元の温泉のすぐそばに香織さんありまして、温泉入ってきてね、米田デザートドリンク飲みながらまったりするの恒例でさ、ええな、ええ時間の過ごし方じゃ。いいよね。今日はほんと、今日の米田は、あれどうなったんだろうな。超気になる。なんかもう、すごいなんか、例えば、サブスクあるじゃないですか、みたいな。で、なんかサービスか、とか、なんだろう。もう本当に気になった。ないそういうの、なんか一人でさ、どっか行くとさ、なんかやたらでっかい声で喋ってる人の声めっちゃ耳に入ってこん、すっごい気になっちゃって、ずっと聞いちゃっててさ、なんかもうほんもちょっと文章を作るのに集中したかったんだけどさ、イヤホン持ってきてなくて、しょうがないから聞いてた。おで、おばさん、このおじさんになんか一生懸命なんか商売の話喋ってんな、なんとかさんはつって言ってんなと思ったら、おじなんかで聞いてたらさ、声が高くて、あ、おじじゃなかった、おばだった、とおばさんだったわ。でもなんかおじさんみたいだったんだもん、見た目。だんだんおじさんとおばさんが分からなくなる年ってあるから気をつけようと思った。
粒を置いて話をしてコメント読んですごいね、ありがとう。まやこたんありがとう。もうほんとすいません、そんなことばっかしてるよ。もう今日のその話はすごいしたかったんだよ。なんて、ナソックヘルプは私をそれをなくした。わからん、全然読めへんわ、この言葉は。私にはわからん、わからん、ソーリーって言っとけばいいと思ってる節がある。だってわからないんだもん。はい、クラリちゃん、ファミレスはあるある。あるよね。まあ私、いわゆるその、ネットワークビジネス系、まあみんな経験あるかもしれないけどさ、友達に、久々に友達から連絡来て、なんかお誘い受けるやつあるじゃないですか。私ももちろん経験があって、まあ女の子だったんだけど、すごいこう、私はそういうこんなにちょっと元気がなく、なんか元気がなくて、それに出会って、なんかお金はもちろんだけど、こうなんかこういろんな人とコミュニケーション取るようになって、なんかすごい人生変わったみたいな、からぜひみたいなのを誘われたことがあって、まあ、いわゆるこう、今いいって言ってくれたら近くに誰々リーダー呼んでるからみたいな、そういうやつね。なんか私は結局そういう話、その子にその話を聞いて、申し訳ないけど私は興味がないからいいですと断ったんだわ。当たり前なんだけど、まあ、結局その後私は何をしたかっていうと、その子に質問攻めして、どうして、何があってそんなに人生変わったって思ったのっていうのを、あなたにとって何がそんなに良かったのっていうのをめちゃくちゃ質問攻めにしたんだよね。逆に、もうなんかめちゃくちゃ喋ってくるから、もうなんか断った挙句に、なんでそれがあなたにとって良かったの、どういうところが良くて、どういうところが今までしんどかったかな、っていうのも質問攻めしまくったら、なんか諦めてくれた。めちゃ質問攻めしてやった。あ、ね、聞いて、あ、こんなに幸せ、あ、そうなんだ、へえ、そうなんだ、まあでもあなたがそれでいいんだったら私いいと思うって言って、聞くだけ聞いて、じゃあねっつって帰ってきた。よかったねって言って、そっかっつって、今楽しいんだねって、よかったねって言って、頑張ってねって言って、うん、そんな記憶がありますね。奈々さん、私最近ダイヤモンドアート始めたんですけど、おすすめのショップってありますか。まあ、私ね、最近ね、ダメなんだけど、まあ、在庫を減らそう、増やさないよっていう強い思いのもと、マジでダイヤモンドアートさんの後のショップを見てないので、ちょっと最近のこう流行りだとか、マジそういうの全然終えてないからさ、申し訳ないんだけど、まあ、でもやっぱり日本のショップさんで買うとね、安心だと思います。日本語通じるし、ネットで購入するのもさ、買いやすいし、在庫がある作品だったら割とすぐ届くし、思ったのと違うのが来たってことは少ないと思うんだよね。まあだから、キックひまわりさんとか、ルアナさんとか、アンさんとかね、キアラさんとかね、ぐらいしか私はちょっとあんま買ったことがないんですけど、例えばそういうところで購入するのがいいんじゃないでしょうか。この辺全然ピンクないよね。クラリちゃん、道端で幸せ祈らせてくれって言われたから丁寧に丁重にお断りしたよ。なんか場所を考えてほしい。そういう話じゃない？道端でお気持ちだけで結構ですっつって、 Thank you very much っつって、You too っつって、いろんな人がいるよね。
岩さん、私も先日ファミレスであなたの使ってる化粧品はどんな成分かわかる？わからないものを使うのは怖くない？うちのある天然由来でって勧誘してるおばさんいました。突然声がでかくてびっくりして振り向いて。もう本当あるあるだよね。なんかさ、申し訳ないけどめちゃくちゃ聞いちゃう。こうめちゃくちゃ聞いちゃう。話術はいかがなものかと、それでうんって思うのかなとかさ、めっちゃ聞いちゃう。めっちゃ聞いちゃう。あー、ルナさんこんばんにゃ、こんばんにゃ、いらっしゃい。水これ第5弾ダイヤモンドアートの、ダイヤモンドアート夢川バージョン A4 サイズ制作中でございます。結構進んでるよ。今日で結構進んだよ。まっこたん、チューリップ畑の投稿にいいねしてくれてありがとう。コメントまで嬉しかった。いやいや、もうそんな、私はでき、あの、皆さんそうやってね投稿してくださるので、見つけっていう次第というか、うん、あの、分かり次第ね、あの、コメントとかいいねしさせていただきます。むしろこっちがありがとうって感じなんです。ありがとうございます。チューリップ畑は本当に今だからね、飾るとかねしてもらえるとめちゃくちゃハッピーでござる。いやー、本当もう、だってみんな知ってる？明日からさ、アンビリーバボーな話をするけど、明日から4月なんだよね。ひょえー。信じられない、アンビリーバボー、オーマイガーですね。皆さんこんばんは、久しぶりに来た。ビーズかわいい、はあ、ゆいさんの声に癒される。ありがとう、そうやって言ってくれて嬉しいです。まあ、今日もまったりやっとりますわ。やっとりますわ言うてね。もう色替えが結構多くてさ、全然見えてないんだけど、なんかこう、なんだろう、どこに何を置こうかみたいな。夢川バージョン早く買いたくて、うずうずワクワク。明日嘘、クラリちゃん明日嘘ついていいじゃん。エフリルフルじゃん、エフリルフルだ。どうする？何の嘘がいい？何がいいかな？決めようか。決めようか。どんな嘘だったらいいかな？なんか誰も悲しまない嘘にしようか。何がいいかな？水野ゆい、10キロダイエットに成功しました。私が悲しむやつや。しょぼん。自分で言って自分が傷つくやつやった今。うん、あ、明日からダイエット、4月1日からダイエット始めます。嘘です。本当です。さっきから何を言ってるんだろうか。在庫増やしました。あ、めっちゃいい嘘やん。それやるわ。それやるわって、ネタバレすぎ、もうここで言ってしまったら全然ネタバレビビるんだけど。よいしょ。葉月さん、私もあります。ずっと家にいるので勧誘の人が来るんですが、この前この階に入れば妊娠しやすいって言われたので、閉経してますけど妊娠できますかって聞いたら無言で帰ってきました。撃退しとるやん。あの、でもなんかあれだね、人体のそういうリアルなところは無理だって思えるんやな。奇跡は起きますとか、それぐらいの熱量で来てほしいよね、むしろね。なんかそれならほほーって思うよね。なんか奇跡は信じてないんだって思わん？なんかそこまでのこう信仰心はないわけって逆に思うよね。なんか、あ、人体のこう、なんていうかこう、あの、世の断りで、断りをこう、ちゃんと分かってるからさ、
あ、だからそこで奇跡が起きますみたいな、そういうそういうそこまでの信心深さはないんだ。そら無理やって思ったんかな。なんかそれはそれでどうなんて感じやんな。モナさん、水まらまいちゃったよっていう嘘。嘘。自分でまらまくんやろ、そんで。じゃーんっつって。うん、嘘だねってなる。つら。水の湯リサイタル決定しました。何歌ったらいい？あかんかん、本当に始めたら意味じゃない、意味がないよ。本当にやるやつやないんやな、そこは。私も今日一日ダイヤモンドアートしてました。いいですね、ダイヤモンドアート、いい時間ですな。私も今日結構やってたな。久々にねゆっくりやりました。レナさん、在庫増やしましたなんてツイートしたら買うはダメってリプするよ。エイプリルフールですって言うから。一連の流れをもうやってしまったらこれマジで意味なくない？ねえ意味なくない？なくない？なく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 ない？新人の人っぽい感じでしたよ。そうか、じゃあなんかこうまだ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 だね、まだまだだね、まだまだの言い方ちまだまだだよきっとね、うん、これからこれからだね。今日帰ってこんな風に言われましたって言われたらなんて返せばいいか話術を習ってくるかもしれない。今度先日はっつってなんか帰ってきてしまいましたが奇跡を起きるということでらしいですみたいな。らしいじゃないんだよ、らしいじゃん。モナさん、なんか外で猫が威嚇してる、威嚇してるということに引きいる。春だからね。あきみさん、1曲目は牛乳から。もう出落ちやね、牛乳一発目に歌ったらもうそれってもう出落ちやん、もうそれ以上の歌はないんよ。あれか、津軽海峡冬景色か、コスモスか、コスモス歌うか、山口百恵なのか、やっぱり牛、レナさん、やっぱり牛乳リクエストするかな。ほんでもうだ、出落ちだって言うんだって、本当に。もう終わりじゃん。牛乳って言ったら終わりやん。もう終わり。それ以上もう、以下もなくなるやん。カンナさん、いつも見てます。この動画見てダイヤモンドアート始めました。ありがとうございます。動画見てくださってありがとうございます。ダイヤモンドアート楽しんでいらっしゃいますか？楽しんでいると嬉しいな。ありがとうございます。レナさん、仕事で電話してた時勧誘されたことあるね。あー、なんかあるあるあるなんだな。ハートミありがとうございます。皆さんありがとう。中森明菜、中森明菜、中森明菜って何があるの。私は中森明菜はあんまりわかんないな。ご飯終わった、フルフェアリーやる。いいね、お腹いっぱいだ。もう眠たくならん、ご飯いっぱいって。お腹いっぱいだと。中森明はデザイア、あんまり曲がピンとこない。少女 A にデザイア、みんななんで私わかんない。あれかな、やっぱちょっともう世代じゃないっていうか、ちょっと世代じゃないんじゃないかななんて思ったりなんかしちゃったりして。デザイアー、いやこんだけしかわからんぞ。ひど、飾りじゃないのよ涙は。ほほほほ、信じ
じゃないのよ涙も軽いけどちょっと悲しすぎるのよ涙はにゃにゃにゃーや知らん、もう全然わからん。飾りじゃないのよ飾りじゃないのよ涙は、は何、え、あれは山口百恵じゃなかったっけ、あれ今日はこの枠で終わりますか。そうだね、この一枠で終わりかな。でもね、だいぶ進んでるんだよね。でもなんか正直言って久しぶりにちょっとキラキラビーズ触りたい気持ちもあるから、早く終わればほんと一枠フルフェアリーを触りたい気もするんだよね。クラリ急につけますやねわかんないもんだと。葉月さん、昔20代前半の時に母から子供ができたと連絡よくよく聞いたら、犬を飼ったらしくてエイプリルフールだから犬を子供に見立てたと言っていた可愛い母です。でも一瞬ビビるよね、えっつって、あ、新しい、あ、兄弟みたいになるよね。かわいいお母さん、ちゃんとエイプリルフールを楽しんでるってあたりがかわいいよね。テレビさん、こんばんは、ありがとうございます。ミミ岩さん、あ、中森明菜ですよ。あ、そうなんだ。好きだと言ってるじゃないの、ほほうや。私、異邦人が好きなんだけど、チャリララチョーチョーチョー、何回かやってるけど、チャ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 ーン、チャリララチョーチョー、チャリララチョ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 ーン、チャリロー、トロリロリロリー、リロリーとか言ってる。おにゃんこ比べてもに、おにゃんこ全然わかんないわ、セーラー服は。しかもモナさん、最後に全体見せてほしい、了解、もちろんです、みんなに見せてほしい、じゃあ見てほしいよ、間違えた、日本語間違えた。あきみさん、今から始めるのにもう終わっちゃうの、やだ、いやちょっとやりたいんだよな。テリーベイさん、あれから柔軟剤シート買いました、どうですか、どうですか、いかがじゃ、いかがじゃって、いかがかね、じゃってなんだいかがですか。めっちゃ乾燥機に入れる、乾燥機入れるとめちゃくちゃ綺麗だよ、何、なんかふんわりするよ、すごいおすすめマジ本来の使い方を勧めるスタンス、スタイル。薄ピンクのビーズかわいい、この辺かな、この辺かな、かわいいよね、春チックだよね、もう春だよ、もう春です、春っぽい服がありません。ちょっと待って、頭の中今ほうほうになったんやけど、わかる、ちょっと歌が流れてきますね。美術春一択、ね、美術春一択だったら私はさ、あれをみんなに聞いてほしい、なんか脇から子供が生まれるやつ脇から子供が生まれるあのやつを聞いてほしい。あとは鳥獣戯画と、ヘリーベさん違います匂いとかも好き、全部にシート入れました。あ、正しい使い方を、ダイヤモンドアートとしての使い方やね。ちゃんとあれですか、静電気落ちました。モナさん、最近ラウンドビーズしかしてなくて、ラウンドビーズは来てきたのにスクエアビーズ届くの待ってます。あの、どっちもやりたい、まあちょっと私わかんないけど、そう、あのずっとどっちかだとね、飽きちゃったりするよね。ちょっと色替えが多くてちょっと疲れてきた。昨日今日半袖来ました。おー、すごいね。でもなんか確かにすごい暑かったよね、今日とかもね、外はそうでした。オープニングは牛乳で、締めじゃないの、締めじゃない、鳥じゃないの、最後じゃなくていいの。鳥獣戯画か、真珠の耳飾りのくの一って歌うわ。
じゃらちょ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 。もう私さ、歌手になれないのは、なれない理由はさ、歌詞が覚えられないからなんだよね。理由はそれだけじゃないんだよね。歌が別に上手くないからっていう、あれなんですけど。で、なんか歌手になるためには歌詞を覚えなきゃいけないじゃん。歌詞覚えられないから私ちょっと歌手にはなれないなってずっと思ってた。私には歌詞が覚えられないから歌手にはなれない。残念だ。ミッキーさんこんばんは。出遅れました。もう終わっちゃいますか。だいぶ進んできましたね。ちょこっとだけ、もしかしたらこの後ちょこっとだけフルフェアリーダストを一瞬やるかもしれんけど、ちょっとでも肩が凝ってきたのでちょっとやらんかも。え、あ、ちょっと香里さん、香里さん、サブスクリプション登録ありがとう、ありがとうございます。もう何のあれもしてないけど、ごめん、ありがとう、嬉しい。応援していただいてるという気持ちでおります。何かがちょっと提供できているわけではないんですけど、お気持ちが嬉しいです。というかもうありがとう。すいません、ありがとうございます。何も提供できておらぬ私でございますが、ちょっとこれ無理だった。サブスクメンバー増えた。ありがとう。何もしてないんだけど、マジでごめん。させんありがとう、ありがとうございます。何か考えます。落ちました。あとセリアでピンセットマスキングテープ買うだけ。4月に映画館に買ってきました。いいですね。準備が着々と頑張って楽しんでね。レナさん、真珠もいいよね。真珠がいい、真珠いいよね。これ合ってる。 B だよ今、イヤホン、ちょっと、かおりさん。今、イヤホンの電池切れたので、ゆいさんの返事が来ませんね。嬉しくて。おもろいな。外だもんね。だってね。ありがとうございます。Thank you very much だよ。ありがとう。はずきさん、歌手としての致命的。そうそう。歌手になれない理由はね、理由があるよ。歌詞覚えられないから私には歌手になれません。そういう理由じゃないよね。そもそもね、絶対そうじゃないと思う。ちゃんとみんな否定しないとダメだよ。みちみちビーズね、みちみちビーズ気持ちいいよね。みっちみちみちみっちみちのみっちみち。脇から子供を産むやつ絶対みんな聞いてほしい。脇から出てくるやつ。私何言ってるんだろうってみんな思ってるよね、きっとね。脇から生まれるんだもん。本当にね、東京国立博物館にあるこう仏像だったかな。そういう像のことなんだけど、何言ってるか分かんないけど、みんな見てほしい。脇から生まれいでるのねっていう。前脇からって、前脇やで、前脇。伝わらん。キアラさんの作品1回しかやったことないからまたやりたい。ぜひぜひまたやってみてください。楽しいよん。みっちりみちみちだよん。今週はライブまたしますか、テディベアさん。まあどっかでやれればなと思っているが、ちょっといつっていうのはなんとも。帰ってくるのが早ければね、ちょっとやりたいんですけど、最近本当に仕事帰ってこの、まあまあ遅いからな。パワーがないんだよ。ノーパワーだよ。みちみち感を味わい、レナさん、みちみち感を味わいたいならキアラさん、ほんとおすすめ。いや、ほんと、ほんとに。ほんまみっちーやで。
モナさん、テレビ朝の動画さっき見てました。あ、そうなんだ、いろんな方の動画見てらっしゃるんだな。クライちゃん、明日、昨日セイントに、昨日かセイントにの新刊読んだばっかりだからグッドタイミングだった。ま、前脇から生まれ出るのでってこと？え、伝わる？それのことだよね。違う？そのネタってこと？ちょっとその新刊が私全然ちょっとわかんないんだけど。ありがとうございました。みんなでこう交流ね、素敵だと思います。レナさん、明日から明日新しい仕事始まるから忙しくなると。本当だね。もう明日のことは考えないで。私すごく嫌な気持ちになる。明日のことを考えると嫌な気持ちになる。なんかへこんじゃうから、もう明日のことは考えないで。Don't think about tomorrow. Do not worry about tomorrow. Tomorrow worry about its own selves. ということで終わりました。ブッダのお母さんの話。あ、そうなん？ブッダのお母さんの話なんや。あの、脇から出てく、生まれてくんの。皆さん、牛乳を脳内再生していくことにする。そうしよう。なんか、ここ、すごい、間が、まあいいや。ちょっと、はい、ということでですね。はい、終わりまして。なんか、この辺、どうなってるかわかんないよね、色が。どっこいしょ。どっこいしょって言っちゃった。よいしょ。はい、映します。いいじゃん。お、いいじゃん。あ、バラありがとう。ギャー言うて。ちょっともうちょっと上上げようか。こんな感じ？こんな感じ？ちょっと私見えてないんだけど。ちょっとみんな私見えてないのどういうことな？ちょっと。ちょっと今鼻の下伸ばしてみてる。あ、おぼおぼおぼ、めっちゃ背伸びしてる。クソダサユニクロ寝巻きが映っとる。ちょっともう背伸び限界。いやー、かわいい。いい、ありがとう。もうすぐ完成ね。結構頑張ってるね私ね。あ、でもさ、これもしかしてさ、ちょっと待って。なんか落ちたね。こうしたらいいんか。なんか折れ曲がってんな。もう全然いいやんじゃなかったわ。やめとこう。はい。はい、こんな感じですね。なんかあれだね。ピンセットはさ、リアルだと結構ここのビーズは焦げ茶なんだけどさ、まあ、はまれると全然変な感じ、違和感ないね。ふぅ、あくび出ちゃった。今日なんかね、5時過ぎに目覚めてそっからずっと起きてるから眠たい、ちょっと。はい、こんな感じです。いかがでしょうか皆様。どうじゃいどうじゃい。フェアリーダストビーズはやりますからね、これ。フェアリーダストね。うわ。今めっちゃのそのそ、のそのそ歩いてた。でもちょっと結構眠たいんだよな。ああ、でもちょっと今日はもう、ちょっと今日は眠すぎるからやめとこう。ごめんよ。もう眠てぇ、フラフラしとる。なんかすごいビーズいっぱい下に落ちてるよ。ほれ、ちょっと拾うわ。あいしょ、あいしょ。まだある。ほれ、なんかこっちの方にもある気がするんだけど、あ、落ちてる。もうなんかビーズコロ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 って言った。あったあった。うーん、ほれ
あ、これもほら。ほら、みー。まだあった。まだある。なんかこれ元に戻す？ほらこれもほら、いっぱいビーズ落ちとった。まだある。なもんか？あ、まだある。これほれ。ほれ。いっぱい落ちてたね。なんかまだチロリンって落としたけど、なんかわかんないからもういいか。あ、ない。あ、いや、あ、お、ほれほれ何見させられとるんやろ。落としたビーズを拾う、拾った。えらい。ミッキーさん、塩酸サイズ購入したので楽しみです。ありがとうございます。待ってんてね。私もよくビーズをピンセットで端で横に落とします。そうでしょ。ほれほれ。いっぱいあった。ほれの言い方、つぼりました。ほれほれ。これでもな、私は知っとるんやで。この黄色はな、N や。N なんや。戻すわ。ほれ、同じ色やで。ほら。ほれ。ほれ、みー。ほれ、みー。ほれ、みーな。クリスタル。これはさすがにもう、ちょっと、ごめん、ビーズや。これ、この色はな、K やで。何しとるって。拾ったビーズを戻しとる。あったりー、あったりー。このピンクは P や。 P、 あたり。これあのここあったりー。もう寝ないめっちゃ落としてるやん。そうなんよ。これはあの落としとるっていうか落ちていくんだよね。でもほらすごくない？なんかさ、戻せるっていうのは色が覚えとるってことじゃろう。すごいね。完成した作品のビーズどのくらい溜まってるか。なんかね、箱2つぐらい。これは、これ。お、なんかちょっと違うね。片目さん、急に芸人口、これ芸人。今日はどういうテンション？もう眠たいテンションだね。これは Z あったり。今ね、あの、ビーズの色当てゲームしとんの。きっとこれは、ここ。あ、なんか違う気がする。もしくは、こっち。こっち！できた、できた。ニューテンションもう眠ったい。あったりいちゃうねん。あたりあったや。なんで、なんで。ビーズの気がいいからそう。もうなんかいっぱい拾ったからさ、もう全部これでお部屋に帰ったいい子だね、みんなね。お、いい子たちでしたね。記号を知り尽くしてもしまって、そう頑張って制作したからね。ランランさん、ミケモンさん、歌詞は覚えられないけどビーズの色覚えられる。そうじゃろ、えらいじゃろ。エカさん、私は床だけじゃなくてゲーミングチェアの座面の隙間に飛ばしたビーズ入ってます。これのこと言ってる？こちらのこちらを言ってますか？いっぱいある。何見させられてんねんって。
え、いいやん。かわいい、早くやりたいな。そうでしょう。そう、ありがとうございます。明日まで、明日仕事なので寝ます。おやすみなさい。もう終わっちゃいましたか。うん、終わっちゃった。入ってんな。あー、たくさんある。ドワドワした。また救い出さないと。うん、救い出す動画を撮る。これさ、ほんと、マジな話ねんけど、あの、わざとじゃないんよな。ちなみに、あんなか、ここに、ここ、これとこれが、あれ、あまりビーズ、これとこれ。これも。でも、これはそんな入ってないよ。なんか、ちょっと爪、あ、綺麗。あ、綺麗。お、お。マグネットが、マグネットしてる。でもすごいバカなんやけどさ、こうピーンって指を伸ばした状態で初めてマグネットになるようにしたらさ、普通の状態であんまりこうマグネット感感じられないんだよな。また来ます。ありがとうございます。椅子が黒だからビーズ入ってて可愛く見えるのは私だけ。私も思ってる。可愛いなーって。でも可愛いなーと思って見とる。はい、おちまい。寝るよ。寝るよ。眠たいだよ。ね。はい。ということで、ピンセットおしまい。はい、おやすみ。お疲れ様です。ありがとうございます。あとでちょっとね、進捗っつってね、あれね、写真をアップします。お疲れ様です。皆さんもお付き合いいただき、ありがとうございました。まあ、本当に最後はお付き合いいただきという世界ですね。ありがとう。ほな、おやすみ。ということで、皆さんありがとうございました。よく、またダイヤモンドアート、もうちょっとライブしたい。動画も撮りたい。ちょっと、仕事に心をやられ、ちょっとモチベーション下がっているが、元気になりたい。ダイヤモンドアートで癒されたいです。でも、みんなとお話できてよかった。ほいたらね、みんなありがとう。おやすみなさい。バイ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 。ぐんないぐんない。まったねん。バイバーイ。おやすみー。